宣伝しながら車走らせるね、うん、アドニーの車にもね数字まずいですねマジトーン急に一まずいですね失礼しった人に散々言っといてでもそれそのマグネットじゃないけど初心者マーク的なやつで作ったら欲しいっていうリスナーいそうじゃないですか。7軸だから車に7軸つけてどうするんですかいやなんかどうでしょうみたいな感じで、うん、あはいはいはい、はい、7軸いらねえかいらねえか水曜どうでしょう。まず先生がそれを率先して売っていくという、はい、俺の車にいやいいっすよいいっすよお守り的だね背中に原田は背中に掘ろう背中に掘るの嘘でしょ消えなくなるよやばいっすそれはやばい一生残る自転車に貼るわ死ぬ時何それって言われたな何これその傷何来る傷だから人には触れちゃいけない傷があるんだよニコナナって書いてニコナナいじめ完全にいじめでしょそれ背中見せたくないから壁伝いでこう移動したけないですねお風呂とか、うん、潰したて焼き鳥潰したてって何あれでしょもう、うん、鳥を閉めたあーそういうことなんですね閉めたってやつですこんにちは美咲先生なんで頬赤いのみんな気になるんですねウイルスです腫れてるんですよ、うん、そう恋してるんですなので頬を絡めて左頬だけね片思いなのかなみんなタバコ休憩は平気なの基本は放送中は吸わないです放送中は吸わないです結構ありますねお店まあ行き前ですからねでこれ多分まっすぐ行くと、うん、駐車場ですか駐車場がもう商店街的な感じなんですよああそうなんですかでパチンコ屋がこの駅でそこ行ったら地域一番でついてる、うん、ああなるほどね右手ん右ですなになにえあ、どこ？あ、分かる。右曲がるとこなんかないよ。突っ込んで終わりですよ、お店やん。ここ？いや、違う。もう一本、ここのことが言ったんですか？それなんか駐車場っぽいのはありましたね。右です。またハードル高いな、これ。先生はヘルペス、ヒゲは体なんとかこれ右右でいいんですか右右じゃないですか右右でいける、うん、後ろシートベルトしてんのかしてくださいね、シートベルトはい体のヒゲ、今になってじわってきた右右左だよなんかコマンドみたいな右右左、ね、多分、駅の反対側行っちゃうニヤニヤしてないよめめしたコナミコマンドね中右左じゃん押し順ナビ見てん前路地じゃんかな自販機は213呪いの言葉原田やめて滅びの呪文ブルーさんが唱えたやつねそれでてグラディウスをつ順押しは雨とか芸能人気取り、うん、芸能人ですもんだって、うん、芸能人じゃないですよ、うん、まだ全然そんな言える感じじゃないでしょ俺らはだって素人ですもんね、うん、そうそうそう一般ピーポー芸能人だからこんな変装しないからそしてむしろ怪しいでしょ
あの小学生ともキャッキャ言われないですよ。つけひげしてる、つけひげ変なやついるっていう感じでキャッキャ。有名人なわけじゃないよ。まあ、ここで右行ってもう一回やり直せんだ。もう一回チャンスを、もう一回やり直します。ここにあったのかな。もう一回ナビ入れます。あ、お願いします。路地中かな、左から。これ行けるのかな。行けます。だからここ曲がったところも駐車場。あ、そうなんですね。ピンポイントじゃないですか。さすが兄さん。こんなところにある。ここにも P ありますね。右側かな。あれ？あの右の P ですか？右折30メートルってあるけど。あれ？違うか。え？とりあえずどうぞ。とりあえずルート間違え。ゆっくり。まもなく右方向です。人に道を譲る程度。こっち。そっちっぽくない？そこっぽいかな。しかな。ほら、ここでしょ。おおおおおおお。そうだ、この駐車場じゃない？ここだ。え？これじゃないですか？お？空いてる。位置空いてる。自販機は？自販機はないよ。あ、そこ？それじゃないですか？ちょっと見てくる。そこだったらここ止めますよ。ちょっと見てください。僕も行ってみます。で、あっちの角だと坂がきついからやっぱこっちに入れた方がいいですね、うん、アリさん。あれだ、パンタイム終わったよ。知らしくもないよ。あ、でもこっちになってるな。あ、区画が違うな。今ってことは、ここに入れて移動しなきゃいけないってこと？でも駐車場内にあるんですよね。確か。ってことは、場所が純粋に違うんですかね。多分、まあ、高校の近くっていうのは間違いないので。ある？ある。ある。うん、車はあっちに。ここでじゃあ、あって。あっち、もう一個駐車場がその先にあるのか。いやいや、カートでカメラ映ってないから。カートで遊ばなくていいわ。先生、芸細かいな。主婦みたくなってる、カートで。あ、あ、あ、で、そこに焼きそばってなんだ。これもいいっすよね、なんかかぶってるんですよ。あ、あったあった。あ、降りる重さで。危ねえ。重さで危機回避。イエス。じゃあマイク持ちますね。ゆっくり下がる。よし。これやってないんじゃないですかね。夜ですね。夜のお店多いですね。ほとんど、いや、怪しすぎるでしょ。アポ取りますよ、これで。ご飯屋さんないですね、いいところが。ん？どうすんだ？これもういいっすかね。どういう状況？多分今ご飯を探しに行ってると思うんですけど、この
コメント生きてんのかな。